クーヤンさん、戦争で亡くなられた方、いつも気になります。日本のために戦われて、えー、亡くなられた方、こんなにダメな日本になって申し訳ない気持ちです。本当ですよね。なんて言ったらいいんだろうな。たったさ、戦争終わってからさ、うーん、まだ戦争の痛ましさを知っている人たちの意見っていうものをさ、に耳を傾けずにさ、 金本当に金が全ての世の中になってしまったようなところがあってさようやくそのことに気をそれじゃダメだって気が付かせるような大きな出来事っていうのが例えば震災であったりね今回のコロナもそうですよ、えー、そういうことについてね、うん、ようやく、えー、気づかされてくださるような時になってもまだ数と金のことばっかりってうんじゃないですか、うん、だからね えー、本当にね、何、えー、て言ったらいいんだろうな。うん、気持ちっていうものをね、うん、なんか、本当に理解してもらいたいね。の、うん、わっと人が出るわけですよ。どれだけ人っていうものは、えー、人を大切にして生きてるのかっていうことを考えて、えー、生きていくと、本当にね、うん、何を望んで、えー、戦争で命をなくされた方が何を望んでいたのかね。 日本に何を望んでいたのかっていうことをね、本当にね、もういい加減分かってもいいと思いますけどもね。えー、鈴鹿さん、戦争で亡くなった方々も様々で、原爆はやはり亡くなった自覚のない人が多かったです。過去一途ひどかった。まあ確かに本当、あんなにひどいものはないですよ。本当にね。光の速さで命を奪っちゃうわけですからね。本当に。 ひひろろさん先日義母愛子さんの動画を見てから義母さんの過去の動画を探していくつか見ましたパパさんと同じことを話されていることも多くありました素敵な方ですねいや素敵な方ですよ義母愛子さんをえっとえー、っとね当たり前のことを伝えてるだけなんですけどもねえー、っと信頼業界っていうものがえっとなんかおお 怪談話の方に優先的になってしまって、いわゆるそのお、お化けさんっていうものが人であるっていうことを忘れてしまっているような部分があってね、えー、当たり前に捉えれば当たり前に出てくる答えなんですよ。だけどそれ僕も、だから僕に聞くとね、よくよく考えた当たり前のこと言ってんなっていうふうに思ってくださいね。えー、みーみさん、質問です。今日1回で。 ご飯食べていたらドンと音がして、2階に上がったらテーブルの上で使う重みのある鏡が倒れ、いや、本当にお化けさんの仕業なのでしょうか。いや、鏡の置き方次第ですけどもね、割れなくてよかったですね。そっちの方が先ですね。うーん。あとね、あの、本当に倒れないようにしっかりとなさってくださいね。お化けさんの仕業ってことはね、まあ、 何かよっぽどのことがあるんであれば、そう考えるべきですけど、仮にですよ、あの、縁もゆかりもなく、そんなことまでするようなお化けさんであったら、早めにお払いした方がいいと思いますよ。だって相当重いものドンってなさったわけですからね。何しでかすかわかんないですよ、本当に。うん ヒーラギさん、父は戦中戦後と食べるものがなくてひもじくて畳を蒸しって食べたと言ってました。えー、祖父は結核で早く亡くなったので写真でしか知りません。うちの親父もね、若い頃に結核をやってたんですけどね、えっ、ー、と、知らなくてね、子供の頃に結核をやってたらしいんですよ。でも親父が、えー、年をとって病院に行って、 結核やってたっていうふうに先生に言われて、うん、親父がね、うんやってたと思うよ、なんて、なんか言っ,て言っててね、うん、そんな時代だったんだなっていうふうに思いますね。なんか、本当に辛い時代だったんだよな。 柿色さん、主人と一緒に1年前、子供の動画を見ていたら、ふわっとしたものと一瞬キラッと光るものが写っていたのですが、何なのでしょうか妖怪、不幽霊、何なのでしょうか初めて撮れたので。えー、っと、ふらっとしてキラッと光ったっていうことは、ご先祖様だっていうふうに考えられる方が一番だと思いますよ。お子さんを守っていらっしゃるというか、お子さんを、 のそばにいらっしゃるご先祖様、あるいはもしかしたら、おさまにはご死亡霊様と呼ばれるようなキラキラとしたね、方がついていらっしゃるのかもしれないですよ。うん、良い方に捉えた方がいいと思いますよ、僕は。うん。めめさん、えー、祖母の兄が戦死していて、亡きがも帰ってくることはありませんでした。怒り出すとき、えー、そう祖母の祖父に、 息子である王子は、行ってきますではなく、帰ることはないから行きますと、それが最後の言葉だったそうです。令和になるとき、お墓参りしたくなり、戦争がないまま平和を終えることをできれば、終えることができれ、できて、 新しい時代が来るよ。戦争の怖さを知ることがなくなる。体験することなく過ごしています。えー、お,おじさんのことは忘れられませんと伝えに来ましたうん。とっても大切なことですよ、うん。大切なことなんですけれども、今ね、世界情勢というものはね、確実にね、えー、喧嘩を売られているような情勢、情勢なわけですよ。 えーっと、亡くなられたね、方々がね、日本という国を守るために一生懸命命を投げ打ったわけですよ。その日本というものの、えー、守らなければならない領地ですとか、そういったものに平気で土足で足で踏み込んでくる他国がいる。それに対してね、えー、成敗するということができない憲法になっちゃってるね。う もちろん戦争なんかないに決ま、ないに決まってますけどね。うん、ない方がいいに決まってますけど、ね、包丁を持って押し込まれてる家、うん、ね。そこに対してね、えー、わぁ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 助けてって言ったところで助けてくれない。どうしますかっていうことを考えないと、うん、日本はね、どん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 ためになるなーっていうふうに思いますね。うん ニューミーさん、今、ヤースーさん動画見ていました。米兵のゲイのカップルの一人がアフガニスタンで時代にやられ、やられえ、時代にやられなくなっても、もう片方の、もう片方も寂しくて、えー、自死したという話でした。切ない話でした。自死って浮かばれないって言いますが、そうですかいや、そんなことはないですよ。 ええと、辛さから逃げようと思って自死をなさって、極楽浄土には必ず参りますよ。ただね、うん、自死をなさったことに対して、周りの方がいつまでもいつまでも自死にこだわっていますと、えー、せっかく極楽浄土に行ってさ、うん、綺麗な魂になって、お戻りになってるのに、うん、そんざっぱら思い出さされるわけですよ。そんな苦しいことないじゃないですか。だから僕は常日頃から、 まあ、それはそれとして楽しかった思い出をちゃんと共有してくださいねっていうことを申し上げていますね。はい。